通るダモクレスの剣、1812年の油彩が、イングランド。勢を尽くした共演の中、誰もが羨むと思われる玉座に腰掛けるよう統制の、選手ディオニュシオス2世から進められた若き進化、ダモクレスは、細い糸で吊るされた剣が、玉座の真上にあることに気づき、選手という立場にあるものの免れ得ない恐れを、理解する。 ディオニュシオス2世やるいは小ディオニュシオスは古代ギリシア植民都市シュラクサイの選手。父親である選手ディオニュシオス1世の後を継ぎ、紀元前367年から紀元前357年にかけて、また紀元前346年から紀元前344年にかけてシュラクサイを支配した。 シュラクサ祭の国政改革を試みていた、シュラクサ祭のディオンやプラトンとの関係でよく知られる。また、有名な孤児、ダモクレスの剣の主人公としても知られる。父親ディオニュシオス1世の死去を受けて、紀元前367年に、ディオニュシオス2世が30歳足らずで即位すると、彼の近い親族であり、プラトンからその思想、哲学を伝授されていた当時40歳過ぎのディオンは、 ディオニュシオス2世を鉄人王に、また、シュク落祭を放置国家にするべく、格策を始めた。死であるプラトンをディオニュシオス2世の教師として招請し、当時60歳頃だったプラトンは、自身2回目のシケリア旅行を結行する。ディオンとプラトンは、ディオニュシオス2世の教育を試みるが、選手周辺の流言飛語により、ディオンはやがて追放され、 プラトンも城壁内に軟禁状態に置かれる。シュラクサイとカルタゴの戦争に乗じて、帰国の合意を取り付け、なんとか、アテナイに帰還したプラトンだったが、5年ほど経ち、ディオニュシオス2世自身と、追放中のディオンの双方から、再度哲学教育を強く要請されたことで、66歳、頃、3回目のシケリア旅行を決行する。しかし、 ディオンの財産処分に関する嘘をつかれて、投流を余儀なくされた挙句、敵視されて場外に追い出されるなど散々な目に遭い、アルキュタスの助けによって辛くも当てないに帰国する。こうした、ディオニュシオス二世の様々な暴虐ぶりを聞いた、追放中のディオンは、憤慨し、プラトンの生死や、若い勧告も聞かず、紀元前357年に挙兵し、主楽祭を占拠する。こうして主楽祭は、 内乱、混乱に陥っていく。こうした経緯は、プラトンの第七書簡のほか、ディオドロスの歴史書、コルネリウス・ネポスやプルタルコスの英雄伝でも詳しく述べられている。ありがとうございます。